浩二さん、明けましておめでとうございます。動画更新頑張ってますね。そして新年の挨拶するのはとっても大事なことだと思いますので、よかったと思います。メールの方もいただきましてありがとうございました。今年も浩二さんと一緒にね、走り抜けていこうと思いますので、よろしくお願いします。そしてですね、浩二さんの YouTube チャンネルなんですけども、ぜひね、こういうテーマでやっていくんだよってことを宣言されたらどうかなと思うんですよ。もちろんそのテーマ以外も扱うんですけども、主にこういうことをやっていこうと思いますみたいな感じでお話しされたらどうかなと思うんですよね。例えば、私は投資系のチャンネルをやっていますとかね、ビジネスのことについて語っていこうと思いますとか、それから素敵な60代になるためには何をすればいいのか、これをね、語っていく人もいるんですよ。というのがね、これちょっとお話をまとめさせていただきますけども、70代で速稼塾に参加された方がいるんですけどもね、この方今ちょっと活動したくなっちゃったんですけども、入院されたかなんかで、始めたチャンネルっていうのがすごくね、意義深いものがあったんですよ。というのが、私は70代でお金もないし、家族もうまくできなかった、子供たちには嫌われて別居しているということで、本当に寂しい人生を送ってるんだよってことで速稼塾に来てくださったんですよ。でそこでですね、私がこの人に何ができるのかなというふうに考えた時に、70代までにやっておくべき30のことっていうふうなテーマで話されたらどうですかって言ったら、久保さん、30どころか100でも200でも出てきますっていうふうに言われるんですよ。まあ、ですんでね、健康のこととか家族のこととかお金稼ぎのこととか友人のこととか会社のこと仕事のこと、いろんなことでテーマを区切って、70代までにやっておくべき300個のことっていうテーマでね、ずっと話してる、そんな動画があったんですよね。今見るとそのチャンネルがないんで、どうしちゃったのかなと思うんですけども、まあちょっと分かんないですけどね、入院はされたみたいなんで、入院中はもしかしたら YouTube なんかの事情で、インターネット回線が解除になったのかちょっと分かんないんですけども、連絡が取れるようになったらまたね、聞いてみようかと思います。でもこれいいでしょ、70代までにやるべきこととかね、60代になったらやることとか、30代までにやるべきこととか、20歳を過ぎたらこれをやっておこうみたいなね、いろんな年代によってテーマができますよね。あと結婚したらこれをやることとか、結婚するまでにこれをすることとかね、自己破産したらこれをまずやっていこうみたいなね、そういうのがいろいろとテーマ、これ失敗したからこそ、失敗しないためにこれをやっておけばよかったって後悔すらネタになるってことなんですよ。あれをやっておけばよかった、これをやっておけばよかった、あれをやっておけば今頃こうだったのにってことがあるということなんですよ。多分これ浩二さんも感じてらっしゃることがなんかあるんじゃないかなと思いますし、私も同じように感じることがあります。今までにやっておけばよかったと思うことって山ほど出てくるんですよ、後悔が。だからそうならないために、自分みたいにならないために、40代までに やっとけよとか、30までにやっておけよとか、60までにはやっておけよと、こんなことって多分人の役に立てると思うんですよ。でこんなのどうかなと思います。他にもね、いろんなテーマがあると思いますけども、浩二さんのチャンネルではどんなことを主に語っていくのかってことをね、ここで宣言して、もちろん途中変更あってもいいですからね、宣言しておくのはどうかなと思います。自分自身でも発信することが決まると思うんですよ。でこれうまくいかないなと思ったら途中で変更したり、別のテーマを盛り込んでいって、もういいと思いますしね。そう考えると、私は速稼塾のお金問題解決チャンネルっていう風なテーマなんですけども、お金稼ぎ以外のことも結構いろんなテーマやってますからね、どんどん派生して、様々な場面で多くの人とこう、なんていうんですかね、接点が持てるような、そんなことができるんじゃないかなと思うんですよ。ちなみに浩二さんって YouTube をやる前に顔出しとかの抵抗なかったんです？今ね、なかなか顔出しができなくて YouTube ができないんですって方がいらっしゃるんで、顔出ししなくても YouTube できますよってことで、今日からね、隠居の流儀っていうのを始めたと思うんですよ。これは私が朗読してますけども、顔出し、まあしてるけどしてないでしょ。だからこういう風な感じで、ストップモーションの画像1枚出しといて、そして裏でずっと喋るだけとかね、そういうのもできると思うんですよね。だから YouTube 必ずしも顔出ししなくてもいいんですけども、浩二さんは最初から YouTube 顔出ししてますけども、なんか抵抗があったりなかったりするのか、それとも抵抗があったけどもこうやって克服したみたいなことがあったらお聞かせいただければ、そういった方のヒントにもなると思うんですよね。ということで、人の困ったを解決するのが私たちの役目ですから、ぜひね、自分の困ったをどうやって解決したか、どういうふうに気にならなくなったのか、こういうことも発信してみたらどうかなと思います。まあ、とにもかくにもね、浩二さんが新年の挨拶したのは素晴らしいことだと思いますので、今年はこんなことを中心に発信していきますよっていうのがね、そういったテーマが一つあるともっといいかなと思います。本年もよろしくお願いします。